ダッシュの3艇から後席上がってまいりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番の枠なり進入です。1秒、今スタートしていきました。コースアートは内側からインコースからの1号艇、2号艇、3号艇、スロー勢、内役3艇です。逃げる1号艇の小島をまくっていった3号艇の吉島、刺して2号艇の大崎で真ん中5号艇、4番、6番回って、先頭は1号艇の小島和弘、人気の中心が今日連勝へと向かっています。さあ2番テラスに2号艇と3号艇接戦でスロー勢、内役3艇が上位、4番と5番と並んでいまして後方6号艇、なおスタートは正常でした。第2ターンマーク先頭1号艇の小島、2番テラスに突っ込んでくる4号艇の外を2号艇、内を小回り3号艇が差し返してきて内外に広がっていますが、わずかにアウトから2号艇の大崎2番手、後方ではアクシデントがありました。なお6号艇の西岡健信が失格となっています。さあバックスリッチ先頭1号艇、そして2番テラスや2番3番接戦、あと4号艇で後方では5号艇が不調で現在遅れていまして、さあ後方ではまた接触がアクシデントがありました。さあ2番4番接触でクラッシュがありました。1号艇3号艇と2艇が現在走っています。レスキューの外を回って直線コース、5号艇の高橋直哉も失格です。5号艇の高橋、6号艇の西岡健信失格。2号艇の大崎、妨害失格。そして4号艇の土山も失格となっています。さあ2艇が残って1号艇、3号艇、第11レースは2号艇の大崎が妨害失格、4号艇の土山、5号艇の高橋、6号艇の西岡、3艇は失格となっています。さあ最終ターンマークを回って最後の直線コースへと入ってまいりました。船券は大切にお持ちください。2艇が残っていまして、1号艇3号艇の第11レース2艇が残って大アクシデントがあって1番3番で間もなくゴール、先頭1番ゴールイン、3番がゴールイン。